んのカードもらっちゃおうかな。もらった方がいいですよね。ナンバー3って書いてある。トンです。今日は道の駅万馬の里からてて水山に登っていきたいと思います。神奈川を眺めたいと思います。こちらはテラスになってまして、とてもゆったりとした時間が過ごせるようなところになってます。とても素敵です。神奈川です。神奈川町ガイドマップです。現在地は道の駅万馬の里になります。こちらからぐーっと歩いてきまして、坂丸峠まず目指します。その後に長久保の頭を通過しまして、てて水山ですね、こちら山頂に向かいます。その後は杉の峠を目指して下山をしていくという今日の流れになってます。サウルス君よろしくお願いします。それでは出発します。てて水山登山口に向けて車道を歩いてます。今見えてるのがこれから登るてて水山や長久保の頭です。坂丸峠170分、てて水山230分となってますね。すごいですね。結構道が木が倒木が木があったり遠くかかったりと、なんかそういう感じですね。おっと、カンナマウンテンラン&ウォーク、こういう何ですかね、競技とかがあるんですかね。楽しそうですね。栗がうじゃうじゃ落ちてます。でも中の栗は食べられちゃってるようですね。道はとても歩きやすいところが多いんですが、なんですかちょっと道が荒れてる感じはしますね。特に危険な箇所はないので楽しくハイキングできてます。気持ちいいです。結構今日は肌寒い日なんですけれども、もう汗だくです。林道に出ました。雨が降ってきたのかな。ちょっと雨ですね。今日は大丈夫かなと思ったんだけど、ちょっと雨降ってきちゃってます。てて水山登山道のご案内です。こちら道の駅からぐーっと来て、今現在地そちらですね。でこれから坂丸峠に行きまして、長久保の頭、てて水山、杉の峠を通って下山していくという形です。こちらとても丁寧な地図になってますね。ちゃんと分数も書かれてて、すごいしっかりした地図です。では頑張って、まずは坂丸峠向かないとですね。坂丸峠到着です。標高858メートルです。はあ。それでは坂丸峠を出発したいと思います。てて水山80分、もうちょっとで着くと思うので頑張って登っていきます。いや、あちらに映ってるのは両神山八丁根ですね。長久保の頭に
到着です。 1065.7m です。こちらには大塚って書いてありますね。別名なんでしょうか。でも疲れた。てて水山まではあともうちょっとなんでね、頑張らないと。ちょっと休憩します。それではてて水山に向かって歩いていきます。てて水山までは今のところずっと下りです。せっかく登ってきたのに。ここら辺からてて水山までの最後の登りですかね。てて水山山頂到着しました。イエーイ。だるま型のこの石が三角点です。とても古い貴重なものな感じしますよね。すごいですね。では三角点タッチさせてもらいます。すごい。こちらがてて水山の山頂になります。カンナカード、てて水山。このプレートと一緒に撮影した写真を神流町観光案内所スタッフに提示すると漏れなく神流山カードをプレゼント中となってますね。じゃあ神流カードもらっちゃおうかな。もらった方がいいですよね。ナンバー3って書いてある。これ一緒に撮るんですかね。一緒に撮影した写真をってことは、私とてて水山書いてあるこのカードと一緒に撮るってことですね、きっと。カンナカード、てて水山、欲しいですね。ナンバー3ってなってます。このプレートと私が写真を、山。今日はおやつにソイジョイクリスピーバナナを食べていきたいと思います。それでは次の峠へ向けて出発します。次の峠に向かう途中ですが、山々が綺麗なので撮影してます。人っ子一人いません。この山で私一人なのでしょうか。次の峠885m です。それでは勝利の方に向かって帰っていきたいと思います。先ほどの杉の峠から少し歩いたところなんですけど、こちらにも杉の峠となってます。で、勝利の方に向かって帰っていきます。ザルダイラ、シャエーリン、ザルダイラ。ここら辺はザルダイラなんですかね。沢の音を聞きながら下山するのはいいですね。カンナマウンテンランドウォークと一緒の道ですね。矢印で分かりやすいです。今日はてて水山を登山してきました。こちらの山は以前から気になってまして、日本百名山の著者である深田久弥さんも登ったことがあるみたいなんですよね。なんか私のイメージだとこの山は派手さはなく地味ではあると思うんですけれども、とても歴史を感じる山ですね。もう危険な箇所はなく、怖いところはないので、ここは安心して来れると思います。
あとあの頂上のところにあった神奈山カード写メ撮ったので、観光案内所に下山したら向かって、それであのカードをもらいたいなと思います。結構すごいですね。それは人工のものなんでしょうけど、まあでも綺麗ですね。林道ですね。出て水さん登山口、神奈町のにゃんこちゃんかな。ちっちゃいね、猫だね。ごめんね。神奈川です。こいこい橋です。それでは神奈山カードをもらいに観光案内所を訪ねたいと思います。こちらで神奈山カードってもらいます。はい、ございます。てて水山に今日は、はい、行ってきました。行ってきました。はい、ありがとうございます。観光案内所でてて水山の神奈山カードをゲットできました。